平野紫ド岩田隆則 LV の新作でファッション界に革命。その着こなしの秘密とは、平野紫洋と岩田隆則、二人はそれぞれ LV の最新コレクションを身につけて、ファッションショーに登場した。このようなアイドルたちが、世界有数のファッションブランドの効果でトレンディーな衣装を身につけると、SNS はもちろん興奮する。まず、平野紫洋さんの登場に注目したい。 彼は LV の服や靴を身にまとい、とてもキュートでお茶目なルックスで会場を彩っていた。特にズボンのウエストバンドによられかけを滑り込ませたユニークな着こなしは注目を集めるだろう。この新しいスタイルは間違いなく近い将来のファッショントレンドを生み出すであろう。また、同じ色のシャツとよられかけを着用しており、その価格の高さに触れられるほどである。 SNS 上では、平野史洋がこのよだれかけを着ているのが可愛いと言われているが、その実際の価格は可愛くない。それでも、そのよだれかけは彼にとても似合いっている。一方、岩田孝則は昨日の興奮も冷めやらぬ中、ついにソロツアーが福岡からスタートしたという。アリーナ A ブロックの初日チケットも売り切れているようだ。若々しい美しさが称賛される中、彼が身につけている価格19万800円の LV シャツは、 春コレクションの代表的なパターンを取り入れたものだ。明るいコットンの背景に鮮やかなダミエモチーフが内側に繊細に挿入されたマークウェル、リトン、レポゼの文字を強調している。このシャツはパッド入りの肘と4つのフラップポケットを備え衣装の上に着用することでダイナミックでスタイリッシュな外観を演出する。岩田隆ののファッションセンスもまた注目に値する紫輝くんの売店。 本当に可愛かったね。すでにソールドアウトみたいで、さすがの訴求力だね。彼は LV を着こなしていてとても自然だ。ファッション業界における彼の革新的な一歩は、ファッション愛好家たちに幅広い選択肢とスタイリングのアイデアを提供している。これからも彼のファッションへの貢献に期待が高まる。ファッション業界において、アーティストや俳優がブランドのアンバサダーになることは珍しくない。しかし、最近、 日本の人気俳優である平野紫耀が LV の新しいブランドアンバサダーに任命されたことは大きな話題となっている。彼の LV コラボレーションは SNS 上で特に注目されており、その愛らしいヒュートな魅力がさらに際立っている。彼はどんなファッションでも着こなすことができるという点で絶大な支持を受けている。平野紫耀と岩田隆則のファッションショーでの登場はファッション業界に新たな息吹をもたらし、 ファンやファッション愛好家たちに多くのインスピレーションを与えた。彼らのスタイルやセンスは今後も注目されることだろう。このようなアイドルたちのファッションの舞台裏にはどんなストーリーが隠されているのだろうか彼らのファッションが若者たちの文化やアイデンティティにどのように影響を与えているのだろうかこれらの疑問はファッションの世界に興味を持つ人々にとって考える価値があるだろう。彼のルイ・ヴィトンとのコラボレーションは ファンやファッション愛好家の間で大きな話題となっています。なぜなら、平野紫耀が身につける LV のアイテムは、彼の愛らしさとキュートな魅力をさらに際立たせているからです。彼は文字通りどんなスタイルでも華やかにまといこなす才能を持っており、その姿はファンや視聴者を魅了しました。一連のルイ・ヴィトンの衣装の中でも特筆すべきは、インディゴブルーのデニムジャケットです。このジャケットには、 ジャカード織りのモノグラムクラッキーが施され、カラフルなディテールが際立っています。また、LV の象徴である花柄やロゴがシャツ全体に織り込まれており、洗練されたデザインがエレガントで快適な着心地を提供しています。さらに、スケートラインスニーカーの登場も注目に値します。これらのスニーカーは、 1990年代のスケートボードシューズを彷彿とさせるデザインとモノグラムパターンが特徴で、快適性を高めるテクニカルライニングが施されています。花柄のモチーフがあしらわれた2つのカラーウェイは、スタイリッシュな外観と快適な履き心地を両立させています。平野仕様の LV ブランドアンバサダー就任は、ファッション界に新たな息吹をもたらし、ファンやファッション愛好家たちに幅広い選択肢とスタイリングのアイデアを提供しています。 彼のファッションへの貢献に期待が高まる中、彼の存在はファッションの世界に新たな可能性を切り開いています。ファッション界でアーティストや俳優がブランドのアンバサダーに就任することは珍しいことではありません。しかし、平野紫仕様のルイ・ヴィトンのブランドアンバサダー就任は、新たな局面を迎えた日本のファッション業界において大きな注目を集めています。彼のスタイルと才能が、 ファッションの未来を切り開く鍵となることは間違いありません。平野仕様のルイリトンのアンバサダー就任に関するこの新たな展開は、ファッション業界における新しい時代の始まりを示しています。彼の存在は、日本のファッションシーンに革新的なエネルギーをもたらし、これからの展望を明るくしています。このような新たな挑戦や展開が、ファッションの世界にどのような影響を与えるのか、そしてこれからの彼の活躍に期待が高まります。 平野紫仕様がどのような新たな可能性を提示し、どのようなスタイルを創造していくのか、これからの動向に注目が集まることでしょう。ファッションの世界は常に新しい挑戦や展開を迎える。その中でも、最近の注目は日本の人気俳優、平野紫仕様のルイ・ヴィトンのブランドアンバサダー就任に集まっている。彼の LV とのコラボレーションは、ファンやファッション愛好家の間で大きな話題となっています。 その愛らしいキュートな魅力が、ますます際立っている。この新たな展開に関して、私たちはファッションの舞台裏に潜むストーリーや、彼らのファッションが若者たちの文化やアイデンティティにどのように影響を与えるのかについて考えざるを得ません。彼らのファッションは、単なる衣装だけでなく、社会的なステートメントや個性の表現でもあります。平野紫耀や岩田隆則のような有名人が、高価でトレンディーなブランドの服を身につけることで、 若者たちにとってファッションの新たな憧れや目標が生まれることもあります。特に、平野仕様の LV コラボレーションは、彼のファッションセンスとスタイルをさらに際立たせています。彼の愛らしさとキュートな魅力は、どんなスタイルでも華やかにまといこなす才能を持っています。その結果、ファンや視聴者は彼の姿に魅了され、LV のアイテムにますます興味を持つようになりました。平野仕様の LV ブランドアンバサダー就任は、 ファッション界に新たな息吹をもたらし、ファンやファッション愛好家たちに幅広い選択肢とスタイリングのアイデアを提供しています。彼の存在は、ファッションの世界に新たな可能性を切り開いています。彼がどのような新たなスタイルやアイデアを提示し、ファッションの未来をどのように形作るのか、今後の動向に注目が集まります。そして、このような有名人のファッションの影響力が、若者たちの文化や愛 ティティにどのような影響を与えるのか、またファッション業界にどのような変化をもたらすのか、これからも考える価値があります。ファッションは単なる服装だけでなく、社会や文化の鏡でもあります。その意味で、平野修行や岩田剛典のようなアイドルたちのファッションは、私たちに多くのことを考えさせてくれます。ファッションの世界は常に変化し、新しい挑戦や展開が待ち受けています。 彼らのファッションがこれからどのような進化を遂げるのか、そして私たちがそれにどのように対応するか、興味深いですね。彼らのファッションは私たちにどのようなメッセージを伝えてくれるのでしょうかこれからも注目が集まることでしょう。ファッションは単なる外見だけでなく、私たちの内面やアイデンティティを表現する手段でもあります。その意味で、平野紫洋や岩田隆則のファッションは、私たちに多くのことを教えてくれます。 彼らのファッションの影響力は、ファッション界だけでなく、私たちの日常生活にも大きな影響を与えています。最後に、彼らのファッションがどのような未来を切り開くのか、私たちの関心はつきません。彼らの新たな挑戦や展開が、ファッションの世界にどのような革新をもたらすのか、今後の展望が楽しみですね。